はい、失礼しました。では秋の花いきます。そろそろ紅葉が始まってきていまして、これヒペリカムの葉ですね。若干紅葉しています。紅葉したものっていうのは葉がどんどん落ちてきちゃうので、早めに生けていかないと秋のお花はできないんですけれど、今日は少しそんな紅葉ものを生けていこうと思います。秋を楽しんでいただければと思います。この後雪柳が入ります。そうしましたら、ここにこの黄色の元気の出るオンシジウムですね。この黄色のオンシジウム私大好きで、この花よく生けることが多いんですけど、多分私の YouTube を見てくださる方多いんじゃないかなって、このお花年中出てくるななんて思われるかなと思いますけれど、これを、ちょっと紅葉の赤色のところにこの黄色を合わせると大変、秋の感じが深まってくる、そんなイメージになりますので、ぜひ皆さんもこのお花見つけたら生けていただきたいなと思うんですけれど、これから生けてみます。今日はちょっと2作目をたくさん生けていきます。こちら秋の見物です。花ナス、赤ナスなどと言います。ちょっとお稽古なんかでよく使われる材料ですけど、あんまり普段は花束には入ってこない材料です。秋のちょっと見物いいかなと思ってこちらを生けていきます。
ちょっとあの横に渡す感じだったんですけれど、そこをまた三つ編みのようにしてしまって、実があのいかにもたくさんなってるようなそんな感じに横に広げてみました。ここからユリが入ってきます。と思うんですけれど、ここで水色をちょっと生けようかなと思います。デルフィニウムをここに生けていきます。涼しげな水色が入ったと思います。そうしましたら最後にここに、こちらパンパスグラスです。ススキの大きいのような感じのこのパンパスグラスですけれど、こちらを最後に生けたいと思います。それからススキのようなパンパスグラス、そして黄色とオレンジでまとめてみました。どうもありがとうございます。